個のね、ストリートファイターや、うん、過去にプロデューサーされてた、うん、あの今もう違いますけど、うん、カプコンの小野さんって方ですよね、はい、あの人はあの僕目の前に見てすげえなと思ったんですけど、うん、その E3 ショーっていうね、ロサンゼルスのショーで、まあたまたま僕の50メートルぐらい前を歩かれてたんですよ、うん、まあ、なんかそこそこ距離あるんですけど、うん、でそのいっぱいコミュニティの人をやってきて、僕とか肩組まれて写真撮られるじゃないですか、うん、ありがとうねありがとうねって言ったら、目の前であ、小野がいるって言い出した2人の、その外人がいたわけです。小野がいるぞって言って、めっちゃガタイのでかいそのアメリカ人2人が、ヘイヘイミサウナって言って走っていって、お、なんかサインをもらうかセルフィーをやるのかなと思ったら、急にこのさん、その時スターウォーズの T シャツ着てたんですよ、はいはいはい、わーめっちゃいい T シャツ着てるじゃんって言われて、あの小野さん T シャツをその2人にブワーって剥がされて、あの上半身すっぽんぽんの小野さんが出来上がって、うわ何だあれ、何が起きてんだと思ったら、そのアメリカ人が自分の T シャツ脱いで小野さんにバンってかぶせて小野さんの T シャツを奪って2人で走って逃げていったんですよ。あれはどういう扱いなんだっていう強盗ですそれ。でも本人たちはもう小野さんだってことを認識して、はい、ミスター小野、ミスター小野、いや追いはぎですって、追いはぎなんですよ。で小野さんはまた別のベクトルですよ。そうか、これどういう扱いなんだ小野さん。多分あのめちゃめちゃいい女がランジェリーで歩いてるんですよ。彼らにはそう見えたんですよね。そう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 、もうその場に美味しいごちそうが歩いてるのと一緒です。だから小野さんその後、うん、その着せられたなんか謎のこうギャングみたいなタンクトップを、しかもタンクトップだったんですか、すげーと思って、ムキムキのやつが着てたタンクトップ。小野さん何されたんですか。なんかもうあらめっちゃ高い T シャツだったけど取られました。何やもうあもうほんまロサンゼルスあかんって言ってます。めちゃめちゃ面白い。ロサンゼルスあかん、ロサンゼルスあかんって言ってます。めちゃめちゃ面白い。俺も小野さんも海外慣れしててロサンゼルスなんか何十回って言ってますけど、はいはい、いやーほんと舐めちゃいかん場所だなと思いました、ね、服奪われるんだ、 T シャツ奪われるんだと思って、しかも奪ったやつが自分の T シャツ着せていくっていう、うん、そんな土地ロサンゼルス以外多分ないでしょ、ね、ない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 、怖っと思いましたもん。クリエイターそれぞれによってもやっぱり違うんですよね、あのお客さんからのその愛され方って。そうそう、愛され方違うんですよ。だから原田さんはものすごく距離を近く感じさせてるんですよ。あ、そうかもしれない、うん、そう言われてみたらすごい、その兄弟もう友達、うん、そのあたりと誤認してもおかしくないくらいに、あのユーザーとの関係はフレンドリー。いやー、うん、だからまだこれだったらいいじゃないですか、うん、あのたまにあんのがあのなんかああピシッパシグイグイみたいな、なんかもう全然ついていけないから、うん、こうやって最後、うん、こうやってるから俺もこうなんかこう、ビラ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 ってやつでこうやってされて、うんうん、俺もこうやってみて。分かんない。いや分かんない。これ何ですかね。いやあれなんかそのギャングというかそういう何かギャングじゃないかもしれないけど、なんかそういうコミュニティがあるんだろうね。ラッパーの人たちとかよくやりますよ。やる。ゲームのキャラとかタトゥーとかしてるのを、すごいっすねって言ってると、うん、ミスター原田どんなのが入ってるんですかって言ってくるんですか。入ってる、全然入ってる。いや入ってねえ。入ってると思ってんのかお前。いや期待に応えないのダメじゃないですか。いやだから俺マジックでピカチュウとか入ってる。入れたら面白いな、マジックで入ってたら面白いな。これだよっつって一ネタできたじゃないですか。そうそうそう、やってバカウケっすよ海外。やってきます。うん、当時高校生だった例の学校ですね、はい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 、あそこ寮じゃないですか。長期休暇になると実家に帰れるんですよ、ようやく、はい、ああ帰ろって思って校門から出たところで親父が待ってて、よっって、あどうしたのって迎えに来てくれたのって、はいはい、そしたら今からチベットに行くって。え、山の寮の山にいたのによりによって山からもっと世界一の山に連れて行かれるんですか。富士山より高い山に連れて行かれる。なんでいちいちそう二者択一が
そんな極端なんでしょうね。バカなんでしょうね。うん、お父さんがすごいですね。信じられないぐらいバカだったんでしょうね、きっと。お父さんのサイコロ目が1か100しかないみたいな。だから死ぬんですよ。1か100しかないから。1か100ですよね。もう亡くなってるんですけれども。だから俺、学ラン着てるし、海外行く準備なんかできてねえんだけど。うん、いいからって。ナイフ1本あればいけんだと。そうさすがに。だからね、多分ね、俺が日本人で初なんですよ。学ランでチベットに降り立った。ちょっとしたスターダストクルセイダー。いやー、ほんとそうですよね。上太郎か俺かって感じ。ほんとそうですよね、うん。だからね、これなんか申請しときゃ俺なんかギネスとか乗れたんじゃないかな。ギネスですよね。うん、あの学校外にそのまま、うん、学ランでチョモランマに連れてこられた世界人類初の人間っていう。ギネス記録を取れたかもしれない、ね、おまけにその後チベットのものすごい長い道経由ラサとか経由して、はい、エベレストのベースキャンプまで連れていかれますから、ね、すごいです ね、 もうねベースキャンプでもだいぶ酸素薄いですよ。富士山の頂上で高いです。だからそこで止まんなきゃいけないんですよ、はい、高山病にかかってかかるでしょうね。かかります、かかります。だって、ね、訓練もしてないですよ、こっちは。ですもんね、交渉学校にもしてないです。ただでさ学校帰りですから、ね、学校帰りですよ。もうね穴という穴から血を出しました。いや笑っちゃいけないんだけど、なんか親父は息子をこのチベットの地で殺そうとしてるのかなって本気で思いましたよ。どういうつもりだ。なんか経験させようとしたんですか。多分本人良かれと思ってるでしょうね。自分と同じようになんか山に興味持ってほしいとか好きになってほしいとか、うん、俺の同じ世界見てほしいとか。いや本当に好きになってもらいたかったらチョモランマからじゃないと思います。そう、もう死の境をさまよいましたけれども、うん、おまけに夜になるとテントに野犬が襲ってきて。え、あそこ野犬いるんですよ。びっくりしましたよ。あんな高いところに野犬、ほぼ狼だ。そんなもん行かないと分かんないですね、うん、それはそんなイメージないですわ。来るんですね、うん、でもうわわわわみたいな、うん、テントの底でずっとテント引っかいてるんですよ。ガラガラガラ怖っ。もうねテントの中で俺ナイフ構えながら、うん、もうここで食われても一矢報いてやるっていう気持ちで。なるほど。幸いその時は助かりましたけれども諦めて逃げたんで、うん、なんか改めてその話から万端専門学校に全くつながらないね、うん、すごいギャップですね。本当変な、そう変な家庭環境だったのもあってちょっと一般のその生活に馴染めなかったっていうのもあります。いや俺どっかおかしいとこ出るじゃん。ちょっと俄然興味湧いてきたのが、もしマフィアさんが結婚することが仮にあるとすれば、うん、それは相手はどんな人なんだろうっていう意味で。なるほど。絶対会いたいですね、うん、この人ともし結婚する人がいるとしたら、それは最終的にこんな人でしたっていうのを見てみたい、うんうん、なるほど。あのですね、そこで俺常々思ってるのが、俺の立場って例えば芸能人とか声優さんとか、はい、そういった人たちみたいに、はい、結婚とか、熱愛発覚とか、はい、そういうのを世に発表すべきなのかっていうところ。ああ、うん、僕は出した方がいいと思いますけど、ね。なんでですかね。俺はずっとなんですけど、俺は自分のことタレントだとは思ってないんですよ、うん、あくまで。でいわゆる芸能人の方とかが社会の関心を引くのは分かるんですけど、うん、俺が言うのはなんか調子こいてない。あー分かる分かる。だからなあ分かるけど、うん、ちょっと違いますよね。ちょっとオタク界のタレント扱いにはなってますね。でそれ気になる人たちって、うん、がっかりしたかったりとか、単純に林立てて飯の種にしたかったりとか、うん、そういった興味だと思うんですよ。でもいやそれも半分言いますけど、うん、半分は違うかな。半分違う。半分は違いますね。どんな気持ちなんですかね。だから、うん、やっぱり人間って好奇心と興味に勝てないんで、うん、林立てるとかじゃなくて、マヒアさんがこの伴侶に選んだ人はどんな人だろうって視点もあるし、逆に言うとマフィアを選ぶ人ってどんな人なんだろうっていうのは、マフィアさんのことが好きで例えばツイッターフォローして割とわしゃがなも見てて、ウィキペディアも読んじゃうような人は興味ありますよ。興味ありますか。ありますよ。
逆に言うとマフィアさん の, そのフォローをしているというわしゃがな見に来ているファンの人なんてもうその知らない人じゃないわけですから、うん、そういうファンからするとマフィアさんで彼女できたって聞いたらどんな人だってなりますよ、うん、でもやっぱりなんか調子こいてる感が否めないですよ ね, すねタレント気取りみたいなそれはあの、うん、ねやっぱり、ね、自己肯定感が低いところから上がった人はそう思うし別にだからそこで調子こく必要はないわけですよ別に調子こかなきゃいいわけですよ俺がやっぱりその声優とか役者とかやるにはやってますけれども、はい、ルーツがそこじゃないんでまあそうですねそれ専門の人たちと比べるとやっぱ違うんですよ、うん、ポジションがなるほどだからそういった人たちがまだ自分から幸せになりますとか言うのが分かるんですけど俺が幸せになりますって言ったところで勝手になれよって感じですいやいやあの、ね、幸せになってほしいと思ってる人はいっぱいいると思いますよ、うん本当ですか今日の話聞いただけでもマフィアさんのファンが結構これ見てると思うんですけど、うん、マフィアさんには幸せになってほしいなと思ってる人もいるし逆にもう母性本能くすぐられてそれだと私がマフィアさんと付き合いたいと思ってる人もいるかもしれないですどうでしょうねいやいると思いますよまた訳ありの女だけだと思いますけどいやどう相当若い僕なんで今の妻は僕救世主ですもん僕にとっての本当ですよ本当全部かき消してくれました自分の劣等感から自分の自己肯定感の低さから全部かき消してくれたのが今の妻ですさあ勝手に来てくれたラムちゃんですよ本当に僕もずっと年上ばっかり好きで年上としか付き合ってないですけど初めて付き合った年下ですもんもう全部持っていかれましたよどの衣装が一番興奮しましたもう羨ましいよめちゃめちゃ原さんのアンチ増えるよこれ羨ましすぎてそんなことあります、まあ、しかも僕よりによって僕性癖的に素っ裸だからダメな人なんでわかる俺もすぐ着てる方が好きです僕裸ダメなんですよ俺も全裸興奮しないですねあの言ったら僕男女問わず僕乳首がすごい苦手なんです、うん、どういうことですか僕はあの乳首っていうものを見るたびに、はいはい、いらんやろって思っちゃう本当ですかなんでだろうそれ不思議っすねこれはなんだって思っちゃうんですよこれ回したくなりませんかこれ回したくそれがね、うん、僕は漫画だろうが、うんもう実写だろうが何だろうが、うん、乳首が出た瞬間、うん、おいって難儀ですねで出すんかいめちゃめちゃ難儀ですねそれそれは男女問わずはあ男の乳首もダメだから自分のもダメです自分のもダメ なんだこれ乳首っていうものに対しての美容整形で切り落としてくれるみたいですよ今時はいやだから全員やってほしい、ね、いや恐ろしい恐ろしいその発想を発してすぎるなぜかものすごい、うん、僕は唯一、うん、そういう恐怖症とまでは言いませんけど乳首恐怖拒否感を覚えるのは乳首ですねニプルフィリアそんな恐怖症あんのかな探したらあらなかったら今作りましたから、ね、ニプルフィリア、うん、乳首ダメなんですよね同じだっていう人はぜひコメント欄に書き込んでください。リプルフィリアです。私ここ使わないですよ。使ってくださいよ。そんだけ話してる。使ってくださいよ。もったいないこれ。使わないのはうちのチャンネルで使いますから。いやでも本当ねマフィアさんは幸せになってほしいと思う人はいっぱいいると思うし。そうでしょうね。ちょっと見てみたいなマフィアさん。ただ間違いなく言えるのが、うん、俺がもしその将来的に一緒に暮らしても問題ない。このから先人生を一緒に送りたいって思えるような人がいるんだったら。それは俺がどこかしら尊敬できる人間じゃなきゃダメでしょ、うんうん、なるほどでも重要ですね俺よりも例えばまあ仕事をしてないとか、うん、あとは単純に、可愛いだけ若いだけは無理ですダメですね、うん、なるほど付き合えないやっぱりじゃあ高校時代にセーラー服のままチベットのチョモランマに連れていかれるようないる？しかもベースキャンプどころか私は頂上まで上がったわよっていや、うん、求婚しますねまずだから全ての男が求婚するそんなかっこいいの両手にバタフライ投げて、うん、いないハリウッド映画にもいない確かにそんなのは、うん、でもどこかしら何でもいいんですよ何でも何かものすごく尊敬できることがあって、うん、で
愛情と性欲って別物なんですよ。あ、分かります分かります。だから愛情を抱けるっていうのは性とは別のところで、例えばもう全くもってがなくても尊敬ができれば一緒に長くなる。それはその通りだと思います、うん、でそういう人だったら可能性はあるんじゃないかと思うんですけど、まあでもね、まあ、分かった、じゃ唯一別に偉そうなこと言うわけじゃないですけど、うん、もうちょっと年取るとあるかもしれないですね。なんでかというと僕ね日々感じるんですよ最近、うんうん、40過ぎたあたりから感じ始めたんですけど、うん、僕ね40過ぎたあたりからちょっと不思議な感覚が芽生えてるんですけど、やたらと逆に尊敬できる人が増えるんですよ、うん、年下年上関係なく、うん、僕40過ぎたあたりからじゃ自分の何かが取れていっちゃってるのかもしれないですけど、ちょっとしたことでも結構尊敬するようになっちゃったんですよね、いろんな人のこと。あ、でもそれはすごくわかりますね、うん、その感覚で出始めたんだったら、うん、逆に寄ってくる人も許容も増えてるんで。そうですね、僕は結構それはありますね、結構尊敬する。まさか俺が後輩をとか、うん、まさか自分がこんな年下をってぐらい、うん、割と尊敬することが増えてきてる気はすごいするんで。自分のできないことをできる人ものすごく好きなんですよ。わかります、うん、それがね、持って生まれた才能だろうが途中でできたものだろうが関係なく、そうそうそう、僕はねすごいそれを最近感じますね。例えば人間性がゴミでも、うん、めちゃめちゃ仕事ができるとかならめちゃめちゃかっこよく思います。あ、わかります、うん、あとだから僕ね、嫌いな人を尊敬できるようになりましたね。あ、僕が本来好きか嫌いかで言うと、未だに嫌いな、うん、そうで、まあ今同じ会社辞めちゃった他の会社行っちゃってる人もいるんですけど、うん、すごい嫌いだったけど、うん、やっぱ結構逆に言うと、なんで嫌いだったかというと、多分自分ができない痛いところを全部できちゃうから嫌だったのかなとか思うと、結構実はリスペクトの値するなって思うことがすごい増えましたね、うんうん、確かにな。嫌いだけどなんか一目置くやつみたいな、わ、割と昔はありえないと思ってましたけど、うん、僕結構最近増えてきて、そう思うとね、自分のポジションが変わっていくんですよね、うん、だからそうなっていくと、ある日この人だっていう出会いはあるかもしれないですね。そうですね、うん、ある、うん、あるといいですね。いや、きっとありますよ。性の面で言うと、もう俺は何だって良くなってますからね、うん、ぶっちゃけゆりかこから墓場まで鶏でもいいぐらい、鶏でもいい。うん、だから、あ、そうなんだ、絶対使えないじゃないよ。だから俺はもう何でも試すタイプなんですよ、最初から偏見で向かわないで、何でも楽しそうであれば試しますし、何でも気持ちいいことであれば試す、うん、で試してから考える、うん、で結局結果試してみると何でも受け入れられることに気づくんですよ。なるほどなるほど。この人、うん、あれですね、マトリックスの映画で赤いピルと青いピル見せられて両方食べちゃう人、うん、両方食べちゃいますね。もったいないから、うん、出されたもん全部食う。でも僕も、うん、もしこのカプセルを飲んだら、うん、あなた急に今すぐテイラースウィフトになっちゃいますよ、二度と戻れませんって言われても僕は飲みますよ。なんでそのテイラースウィフト好きなんですか。なんかね、僕テイラースウィフト見た時にこれって思ったんですよ。これって思ったんですか。俺これに生まれるはずだったと思った。あれなのになんでこれなんだろうって。魂の片割れなんですかね。いや、わかんないですけど、あれこれって彼女だったはずなんだけどなって。贅沢なこと言いますよ。鉄拳作って交代交代って、交代だよ、もったいない、交代しないとって。鉄拳作ってモデルと結婚して何を踏むんですか。いやなんだ、テイラースウィフトになりたかったなって。そんないいもんじゃないですよ、きっと。テイラースウィフトになっても大変でしょうね、うん、きっと大変だけど、テイラースウィフトの立場でちょっとそれを言ってみたいですね。取れ高はあります、取れ高はあります。使えないとこもたくさんあります、あります。なんとかします。なので原田さん、締めてください。はい、あのね、いきなりわけわかんないこと言いますけど、僕はね、そのあんまオカルトとかのスピリチュアルとか
程遠い人間なわけです。これは科学大好き人間です、うんうん、ただいわゆるよく言う魂があるかないかでみたいな議論があるわけじゃないですか。逆にね、魂っていうものは別物なんだな、あるかもしれないなって今日話してて思ったんですよ。うん、なんでかっていうとね、明らかにこの魂、このマヤ・カジサさんの中にあるものっていうのが、あのどう考えても入る器を間違ったものが入ってる。そうですか。まあ、ギャップって一言で片付けるのは簡単だけど、うん、やっぱこう入る器を間違ったものがあるって見えるんですよ。だから、うん、だからそれいう意味で魂っていうものがあるのかもしれないと思った。ああ、なるほどね。うん、魂がね、さまよった結果間違った器に入ってしまって、俺、ね、の本来の器はどこにあるんですか。いやー、だから違う体に入っちゃったんだよね、あの山の中でね。山の中で、うん、過酷な、だから本人が記憶してる少年時代はなんか後からその魂によって作られたぐらいのこう、なんか途中でね、宇宙人に連れ去られたか、うん、もしくはなんかこう魂が入った瞬間に何か起きた可能性ありますよね。なるほど。うん、だからやっぱそれぐらい誤解を恐れずに言うと違和感があるんですよ。うん、違和感。でこの違和感が多分マフィアさんのフォロワーとかそのファンの人が言語化してないけど、うん、多分一言で言うと違和感、その違和感を察知して、でも魂レベルでは深層レベルでは繋がれる人だから、この違和感に対しての興味があって多分ついてきてるんですよ。うん、それはね絶対そうだと思う。うん、この違和感たるや魅力なんですよね、違和感。うん、あのあれですね、うん、原田の場始まって以来一番いい締めですね。うん、本当ですか。いい話してるでしょ。うんうん、違和感が魅力になってる人って、違和感でだって、うん、疑念とか疑いとか、なんだろう、なんか拒否とか、うん、そのあんまりいい言葉じゃないはずなのに、違和感がこんなに魅力になってる人って珍しい。うんうん、だから魂と柄の同居がこんな同居してるわけでしょ。でなった瞬間に俺がね、なんとか話したいと思ったのは、魂ってあるかもしれないと思った。ああ、うん、なるほど、ありがたい話です。すごい不思議に思った。器と違うんだっていうね。うん、でもそれは自分に対して一番最初に思うべきじゃないですか。え俺で気づくんじゃない。そんなずれてますよ。テイラー・スウィフトの段階で気づくべきだと思うんですよ。それは客観的に分かってるんですよ。客観的には分かってる。でもなんだろう、俺ね、小学校ぐらいの頃からちょっと思ってたんだよな、可愛いというか素敵な女性になりたいっていうのは何かあったんだよな。本当は女の子なんじゃないですかと思いきや、そうでもないんですよ。そうでもないですか。それはそうでもないんですよね。別にこう女の子の服着るわけでもないし、メイクもしてみるわけでもないし。男とやってみたことあります？ないですよ。一遍やってみるといいですよ。絶対使えないの。これ言っときますけどね、マイヤさん、はい、よく勘違いしてる。僕はあの YouTuber でも何でもなくて、僕ただの会社員ですからね。そう、ごめんなさい、そういえばそうでした。上場企業の部長さん。そういえばそうでした。おめでさんでした。そうで、はい、すいません。そうなんですよ、完全になんか本部長になりますから、ね、そうです。僕はあのもうこれだ、原さんこれです。あの海外の人が原田さんに殺してくるの、これのせい、うん、あ、そうかそうか。俺も今同じ錯覚を持ってる。立場を忘れちゃうんですね。そう、俺も完全に今居酒屋で友達のおじさんと話してる感じだと。ああ、だから、あ、そうなんですかね。それ。だからそうかもしれない。それです。そうか、うん。いいですか。いや、というわけで、本当にマフィアの器にこうアニメ魂が入っちゃった人でした。本当に。ありがとうございます。嬉しいです。じゃあ本日のゲストはマフィア梶田さんでした。いいよ。ありがとうございました。ありがとうございました。いや、いい回だった。